ジョン・ランチベリー、ジョン・ランチベリーは、イギリス・ロンドン出身の作曲家、指揮者である。主にバレエ音楽の分野で活躍し、舞台の指揮やバレエ音楽の編曲で名高い。1923年に、ロンドンで生まれ、8歳から、バイオリンのレッスンを始め、作曲を手掛けるようになった。奨学金を受けて、王立音楽アカデミーへ進んだが、第二次世界大戦の勃発によって中断せざるを、 えなくなった。学業に戻った後、アングロソビエト音楽新聞という音楽出版社でアルバイトに従事した。25歳の時、メトロポリタンバレエ団の音楽監督に就任し、2年間、その地位を務めた。1951年、同年に死去したコンスタント・ランバートの公認として、サドラーズ・ウェルズ・バレエ団の指揮者となり、 1960年から1970年までロイヤルバレエ団の主席指揮者を務めた。1972年から1978年にかけてオーストラリアバレエ団の音楽監督、1978年にアメリカンバレエシアターに移籍して1980年まで音楽監督を歴任した。その後はフリーランスの立場となって世界各地でバレエ音楽の編曲家や、 舞台の指揮者として活動した。ランチベリーはオペラ作品のバレエ化を手掛けた最初の人物だった。1960年代には映画音楽の作曲に関わり、1977年にはハーバートロス監督作品、愛と活災の日々の音楽を担当した。また、無声映画の伴奏音楽として D.W. グリフィス監督の国民の創生、ジョン・フォード監督の アイアンホースの2作を手掛けている。ランチベリーは、バレエ指揮者として評価が高く、編曲者としても優れていた。バレエ音楽の録音にも取り組み、ウィーン交響楽団との、白鳥の湖やフィルハーモニア還元楽団との、白鳥の湖、眠れる森の美女、くるみ割り人形などを指揮した。私生活においては、オーストラリア出身で、サドラーズウェルズバレエ団のプリンシパルを務めていた。 バレエダンサー、エレイン・ファイ・フィールドと結婚して一条を設けたが、1960年に離婚した。1991年には大英帝国勲章を授与された。その後2002年にオーストラリアの市民権を取得し、メルボルンに定住した。彼はその地で2003年2月27日に死去している。ありがとうございます。